ねがちごど、ちょじくんくでろや、とんがめ。子供、頼む。安心しろ、俺は奴らとは関係ねえんだ。こっから逃げるんだ。その子を渡せ。カカヨジマ、いやいのんよしそうそう。やめろ。今日、いだる죽게해줘。何の罪もねえ子死なせちゃいけねえだろ。あれからもう20年以上経つのか。ネガチゴド、ショチくんクデロや、トンガメ。声で騒ぎやがって、そんなことで俺たちがビビるとでも思ってんのか。待て、てめえらだろ。この辺りの店荒らし回ってる中国系のチンピラってのしてるのなら話が早い。店の金全部出せ。てめえらに渡す金なんかね、力ずくで奪うんだ。俺を倒してからにしな。度胸ある日本人ね。てめえらよそもんにこの町を好き勝手させるわけにはいかねえんだよ。さすが店長、すごいっすね。物騒になってきやがった。また1年前のようなとんでもない事件が起きるんすかね。そうなってもらいたくねえんだが、桐生さんがいてくれりゃ。おやさん、スターダストの前で揉め事があったそうです。相手は関西もんか。いや、立ち悪い外国人だそうです。そうか。若いもんに様子見させますか。放っておけ。しかし近頃わけのわからん連中が。放っておけと言ってんだろ。はい。何が発端で戦争の火種になるかわからねえんだ。関西は本気で関東進出を。近江四天王の一人だった寺田がこっちのトップになったんだ。向こうからすれば面白くはねえ。下手すりゃ東と西の全面戦争になるかもしれんが、
今はその時期じゃねえ。若いやつにきつく言っておけ。勝手に跳ねるんじゃねえとな。はい。こっちから仕掛けるか、待ち受けるか。キリュウ、お前ならどうする？あれから二十数年、俺たちはこの時を待ってた。わしにはあんたらの過去などどうでもええ。早いとこ派手にドカンと花火打ち上げてくださいや。そう焦るな。これは闇に葬られた仲間の恨みなんだ。俺たちは待っていたんだ。復讐の時をただひたすら待っていたんだ。そないなこと知ったこっちゃないわ。余計なおしゃべりしとって盗み聞きされたりしてありませんでしょうな。問題ない。私はこの道のプロだ。盗聴することはあってもされることはない。まあいい、これだけ言うとくが、わしとあんたらは仲間やない。カムロ町を日の海にする目的が一緒なだけ。ことが終わったら赤の他人。分かっとるな。ああ、まあ期待していてくれ。火の海にするだけじゃ物足りない。それだけじゃ無駄死にしていった連中が浮かばれやしない。許してくれカズマ。お前の親殺したのは俺なんだ。一夜でもいい、一目でもいいから、もう一回カズマに会いたかった。その夢が叶ったの。こんな奴に好きにさせてたまるかよ。最後のけじめくらい俺につけさせろや。やめろ、やめるぞ。錦夢か。どうしたの、怖い顔して。なんだ、アルカか。どこ行ってたんだ。どうした、その花束。お墓参りに行くって言ってたでしょ。ああ、そうだったな。おじさん、お腹すいた？すぐに朝ごはん作るね。ああ、俺も手伝うよ。いいって、私一人でできるから。この一年で上達したんだからね。そうだったな。1年前、俺は大切な人間を失った。今思えば、ここからはわし一人で。しかし
関西の連中に待ち伏せされていたら。ここは人の魂が安らかに眠っとるところや。そこを血で染めるような下品な真似はせんやろ。しかし柏木の頭から保護に抜かりはないようにと言われておりますので。一人で差しで話をしたいもんがおるんや。お前ら、いつでも道具は抜けるようにしとけ。はい。お母さん、はるか、買い物に行ったり、ご飯作ったり、キリュウのおじさんと楽しくやってるから、安心してね。おやさん、どうして自分だけが残っちまったんでしょうか。しかし仇となった今は遥を立派に育て上げるつもりです。四代目寺田、お久しぶりです。一人で来るとは不用心だな。若いもんは向こうで待たせてあります。どうしても四代目にだけはお話ししておきたいことがありまして。四代目はよしてくれ。俺はもう仇だ。で、何の話だ。実は近江連合の合田会長と杯を交わそうと思っております。杯？近江連合との全面戦争を避けるにはもはやそれしか方法が。そこまで東城会は追い詰められているのか。一年前のあの事件で東城会の内部はガタガタです。戦争となればまた多くの血が流れ、東城会は近江連合に乗っ取られてしまいます。それだけは何とか避けたいと。お前と合田会長では格が違う。向こうがその話を飲むとはお前がな。十二分に承知しておりますが、しかし寺田、東城会の五代目はお前だ。仇の俺が口を挟むことじゃねえ。先代なら東城会のこの危機をどう乗り越えるか、ご意見をお聞かせください。先代。お前ら何の真似だ。寺田藩の首いただきに来たんや。関西の送り込んできた鉄砲玉か。東城会のボディーガードは脇が甘いですな。うちの組員たちの。あとは穴掘って埋めるだけですわ。なんやと。ここは墓地や。運ぶ手間省けてえんとちゃいますか。あるかと逃げてくれ。しかしその体に東城会の未来がかかってんだ。俺が相手になってやる。お前らに極道の礼儀ってもんを教えてやるぜ。Oh!
大丈夫か？かすり傷ですわ。死ね！やだ！これを持って近江連合の郷田会長のもとへ。お前、わしと桐生さんとでは器が違う。登場会の明日を思えばこれでええんです。これを頼みました。寺田、残念ですが、病院についてみないと分かりませんが、おそらく出血多量が原因かと。私しばらくひまわりに行ってる。大切なお仕事があるんでしょ。お仕事が終わったら迎えに来てね。私、東条会五代目寺田幸雄は、近江連合五代目郷田会長と兄弟の契りを交わし、これをもって長きにわたる抗争の終結を強く望むものであります。まさかこの書状を関西に持っていくつもりですか？大公、落ち着け。親の玉取った相手のところに出かけて行って杯交わしてくださいなんて、笑い話にもなりませんでしょうが。じゃあお前は五代目の仇を討つというのか？やられたらやり返す、それが極道です。兄弟、あんたが勝手に動いてとばっちり食うのはごめんだ。ケツまくるってのか？戦争すんのにも金が必要なんだよ。金金金って、おめえには極道のメンツがねえのか？お黙り。関西へ行くつもりだね？五代目との約束です。姉さん、この一件自分に任せてもらえませんか？奇獣、あんたも全面戦争は避けるべきだと考えてるんだね。はい。向こうが話を飲むとは思えんが。それも承知の上です。ですがこれは寺田の遺言なんです。下手したら殺されるよ。覚悟はできています。まさか郷田会長と差し違えるつもりじゃないだろうね？相手の出方次第では。あんた、まだ11年前の堂島殺しのことにこだわってるのかい？あれは錦山がやったことだろう。あんたの責任じゃない。錦とはガキの頃から一緒でした。血のつながった兄弟よりも絆は強い。錦の残した借りは自分のものです。止めても
無駄だね。すみません。わかった、この件はあんたに預けよう。いや、しかし、あれさん、本当ですか？でもそれじゃ近江が考え直すことはできないんですか？桐生は東城会のために命かけるって言ってんだ。文句あるやつは今前に出な。杯の話が決裂したら後戻りはできない。東と西の全面戦争だよ。お前もこれでいいね？はい。ですが一つだけ頼みがあります。行ってごらん。関西に行く前にどうしても会いたい人間がいます。誰だ？堂島大吾です。堂島組長とあなたの息子さんです。どうしてだ？寺田が死に東城会は柱を失った。今の東城会を立て直せるのは奴を置いて他にはいません。あいつは暴力や権力に絶対に屈しない男です。今の東城会にはそうした男が必要です。遺言代わりってことか？そう取ってもらって構いません。あんたですから関西に行く前にどうしても大吾に会っておきたいんです。よした方がいい。なぜですか？大吾はもう昔のあの子じゃない。何があったんですか？
マジでやる気？Thank you.